はい、皆さんこんにちは。本日はね、職人談話ということで、職人にまつわるお話をしていこうと思います。はい、先日というか本日ね、ツイートの方でも、ツイートさせていただいたんですけども、質問箱に届いていた質問をね、回答していこうと思います。はい、今回届いた質問はこちら。いつも YouTube 参考にさせてもらってます。武器鍛冶のレベルを上げて初めてバージョンアップに乗り込むのですが、バージョンアップ前にやっておいた方がいいことを教えてほしいです。火種は400ほど買いためましたが、他に何かあれば初心者職人に知恵を貸してください。あとこの商材は特に練習になるからやっとけというのがあれば教えてほしいです、という質問がね、やってました、来ておりましたね。はい、タイトルはそうだな、アップデ前にやっておくこと、武器鍛冶職人がやっておくことね。はい、本日のテーマは、武器鍛冶職人が、アップデート前にねやっておくことは何ですかという内容かな。はい、火種はね、買い込んで400貯めてるってことで、うん、まあ資金的には多分1億ぐらいあるのかなというイメージなんですけど、正直ね、最初多分資金が若干足りない可能性がありますね。まあ一班打てないんじゃないかなと思うんで、まあ10本か20本ぐらいしか多分打てないと思うんですよ。1億という資金と火種400個だとね。まあその一番最初って石がすごい高くて、まあ初動で8万とか10万とか1個あたりして、でその後の3日間で少し下がって、まあ5、6万ぐらいまで下がるのかなって感じなんですよ。なのでアップデ直後に関しては多分ね、思ったよりも叩けないんじゃないかなとは思います。はい、でね、じゃあどうすればいいのって話なんですけど、まあ潔く石を拾いに行った方が僕はいいと思います。そんな高い原価でやってなかなか売れなくて結局大損こいたってなったらちょっともったいないんで、一番最初の初動3日目ぐらいまでは、まあ、おとなしくストーリーなりなんなり海賊なりをやって、鉱石を拾う、でそれを売ってお金にしてください。とりあえずは我々みたいな職人廃人が初日から頑張りますんでその後で十分間に合いますんで、今回のアップデの後の新武器ってね、これから1ヶ月以上、売れ続けるものなんで、最初から飛ばす必要は全然ないです。なので一番最初はね、そのストーリーなりをちょっとでも進めて新素材を集めるってやつ方がお金になると思います。でそれをね、集めながら、まあ練習場で新しい武器を叩きながら練習してみるっていうのが個人的には一番いいんじゃないかなと思います。まあ、乗り込んでみてもいいよ。まあもちろんその原価が高い状態で舵をすれば儲けの幅はもちろん大きくなるんで、売れる自信があるというかバザーに張り付いてね、買ってもらえるように頑張るっていうのであれば叩いても全然いいと思うんですけど、そんなに資金力がない方に関しては初動はそんなに動かない方が安全かなって、思います。まあ火種400個っていうとね、まあ、そんなに、まあ、結構頑張って貯めた方だと思いますけど、まあ、ちょっと資金力に不安があるのかなっていう感じなんでね。でまあ叩き方とか、まあ、私も上げますし、他の鍛冶職人さんとかももしかしたら YouTube で上げたりとかするかもしれないし、配信する人は絶対いるんだよね、その新しい武器配信みたいな、そういうのを見てね、勉強した上でやっていただくのが一番いいかなと思います。はい、でその前に練習いろいろやっときたいというのであれば、そうだな、まあ、人気武器になるであろう
なるであろう武器種を叩いてみる、いろいろ叩いてみるっていうのが俺いいかなと思います。今回武器で、海賊の武器ってのが結構注目度が高くなるのかなって個人的には思ってて、で海賊が持つ武器って多分器用さ依存のものと、攻撃力依存のものの2種類が多分人気出ると思うんですよね。で攻撃力依存の方は斧じゃないですか。で器用さ依存だとちょっと器用さが上がる武器って多分短剣だと思うんだけど、短剣にその効果がついてるかどうか、器用さが上昇するっていうのがついてるかどうかまだ不透明なんで、まあ、多分ついてると思うんだけどね。短剣にね。なので短剣と斧っていうのを練習しとくのもいいのかなと思います。やっぱ売れ筋になると思うんですよ、斧と、短剣っていうのはね。なのでその2つを、まあ、いろんな武器、まあ、過去のものね、110装備、108装備、105装備と、まあ、叩いてみるのもいいのかなと、思いますね。今回のエキサイトアックスは確か光地金だったかな。で前回の破天の礼符が倍半だったかな。ちょっとあんまり斧私も叩いてないんで、俺も練習しないといけないんだけど、まあその辺を、まあ、練習場にこもってね、やってみるといいのかなと思います。あとは魔剣士系での鎌とかね。鎌はビタローズより多分強い鎌出ると思うんで、鎌も多分売れ筋になると思いますね。なので鎌叩いてみたりとか、あとはね、なんだかんだでいつも安定的に売れるのは両手剣なんで、両手剣8マスを練習してみるとかね。まあそのマス目になれるっていう方が大事だと思います。まあ地金ももちろんそうなんだけど、これだけ一つだけ練習すれば OK みたいな感じじゃなくて、まあ自分がこの武器種でやるっていうのをまず一つか二つか三つか、まあ決めるんですよ。決めて、じゃあ俺は今回は、じゃあな、爪と鞭と片手剣で行こうってなったら、その3つを集中的に叩いて、バザーに並べた方が絶対にいいんですよ。いろいろやるよりもね。なんでこれだけは絶対に得意だとか、そういうものを1つ作ってね、それで戦っていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ私の場合も初心者の頃は、爪、ひたすら爪叩いてましたね。断然のジャマダハルっていう武器をとりあえずひたすら叩いて、その地金になれるっていうこととか、まあ、マス目になれるっていうことをしてました。でやっぱりね、慣れてる商材だと、まあ、結構安定的に稼げると思うんで、最初はいろいろ手をつけるのではなく、一つを極めるつもりでやってみるといいんじゃないかなと思います。まあその選択がね、まあどれがいいかわからんっていうのもあるかもしれないんだけど、まあ新しい武器が出て性能が出てみないとね、何とも言えないところはあるよね。まああんまり外れがなくて、売れ筋も悪くなさそうなのは多分鎌ですね。鎌。魔剣士用の鎌。まあビタローズみんな買った人も多いかもしれないけど、でもやっぱ鎌だろうな。で、その次に、まあ、性能次第になっちゃうんだけど、この先はね、鞭とかもやっぱ魔物使いまだまだ強いんで、鞭もだし、あとは槍もだし。で、難易度的に簡単なものからやりたいというのであれば、その鎌と槍。鎌と槍っていうのはもう舵の武器鍛冶の中では一番簡単な部類なんですよ。鎌と槍っていうのはね。だその二つをやってみるとかね、いいかなと思います。で、槍とかはね、ほんと簡単だから。裁縫なのかなぐらい簡単だったりするんで、9割ぐらい平気で取れちゃうんでね。まあやってみるといいのかなと思います。まあいろんな武器触って、まあ本番に備えるっていうのが一番いいと思うんで、もしね、まあ今ちょっとさすがに武器叩いても売れないと思うんで、練習場に入って、自分が見定めた武器をね、叩いてみるっていうのがいいのかなと思います。ただ、レシピ高いじゃん。100万しちゃうから。で、それでレシピないよっていうのであれば、そうだな。105まではレシピ安かったんだっけ？ 100 までレシピ安かったんだっけかな。まあ、過去武器でもいいんで、なんかいろいろ叩いてみるといいと思いますね。そうね。
まあ、個人的に倍半を覚えたいのであれば、私動画上げてるんですけど、ハヤブサの見解っていうのがもう倍半の基礎みたいなところあるんで、あれを練習してみてもいいと思いますし、あれは普通にバザーに並べてても売れますしね、普通に売れます。あれをやってみるのもいいし、他だとね、あんまりないんだよね、武器を過去のやつで売れるっていう武器って。ハヤブサの剣は特殊なんだろうけどね。やっぱり武器は最新のものが強いっていうイメージしかないからね。まあちょっと考えてみたけど、あんまりないですね。練習所でやるのが一番だと思います。レシピ安いやつ買ってね、まあ、持ってるやつでもいいし、まあ、そんぐらいかな。あとは素材とかの買いだめに関しては、今回ちょっと予想がつかないんで、もう最低限買っとくぐらいでいいと思います。もちろんね、貯めておけるなら貯めといた方がもちろんいいんだけど、まあそれ結構きりないんだよ。いくらお金あっても足りない。外れた時痛いしね。結局、今回は素材はそんなに、まあ、火種ちょっと置いとくぐらいでいいのかなと思います。ただ火種もね、序盤は値上がりはしないと思います、あんまり。まあ言うて5万、ん?今12万ぐらいか。まあ12万ぐらいのところから、プラス5万ぐらいには、あ、5万じゃない、5000ぐらいにはなるかな。12万5000ぐらいにはなるかな、ぐらいな感じで、そこまで値上がりはしないと思います。で、まあ、1週間過ぎて、2週間過ぎてって頃から、じわじわと、火種の消費量の方が、生産よりも上回ってきたぐらいから、また上がっていくと思うんで。まあ、ちょっとね、準備期間がかなり長かったんで、今回は。火種結構貯めてる方多いと思うんですよね。なのでね、ちょっとあんまり、その火種の値上がりは期待はできないんですけれども、まあ、必ず上がるとは思うんでね、それを少し持っとくっていうのがいいかもしれないですね。そうね。まあそんなところかな。練習は練習所でいくらでもできるんでね。レシピ買って1個だけやれっていうのであれば、まあ次の新アップデで叩きたい武器。まあおすすめは鎌槍斧かな。鎌槍斧で目つけてみるといいのかなと思うんで、それのどれかのね、レシピを買って、まあ練習台と思ってね、100万ゴール。それをひたすら叩いてみるっていうのをやってみるといいと思います。で、その武器種の加工のやつとかもいろいろやってみたりとかしながら、いろんな地金に慣れていくと。ただなんとなく叩くんじゃなくて、一応ちゃんと数値を調べて、まあ、倍半ならここから上限狙いしたらはみらないねとか、必ず本会心になるねっていうのを考えながら打ってみるのがいいと思います。集中変化ならここからね、ブおろしをしたら本会心になるねとか、そういうのをちゃんと理解しながらやっていただく方が絶対いいです。何も考えずにただこう上限狙いをしてやった入ったでは上達しないんで、ちゃんとね、数字を把握した上で練習してアップデを迎えていただくといいのかなと思います。私、家事動画の時はなるべくそういうところをね、説明しながら解説してるつもりなので 若干怪しい時もあるんだけどね。そういうところもね、見ていただきながら、参考にしていただければなと思います。で、まあ、武器来たら、全部武器の叩き方を上げるつもりなので、そちら参考にしていただきながらね、やっていただければと思います。では、本日のまとめなんですけども、まずはね、アップできたら、キラマラしましょう。キラマラ。で、レシピ、この武器がいいかなっていうのを一つ買って、それをまた練習場で練習をしてから、外に出て、叩いていただくというところが一つ。で、アップデ前にね、何かやるとしたら、その自分がこれからやっていきたいと思える武器のレシピを一つか二つか買って、それの練習をするっていうことだね。まあ、素材等は買いためなくていいよというところですかね。まあ、こんなところですかね。まとめとしてはね。まあ、今回ね、ちょっと、まあ、もうすぐあと2週間ぐらいしかないんだけど、練習時間、まあ、長くはないと思うんですけれども、まあ、ぜひね、たくさん稼げるように頑張ってください。というわけで、本日の動画、この辺りで。今回の動画良かったよっていう方はね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで、本日はこの辺で。またね。